安太郎。何言うてんの。どうも、困った時はシュートで終わりたいですね。カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは居酒屋実況松木安太郎名言集。動画制作のリクエストをいただいてアンケートにかけたところ、名だたる競合を抑えてぶっちぎりの1位。正気か。さらに三笘の動画のコメント欄が安太郎一色になるなど、カルト的人気を誇る松木安太郎。初見の人でも分かりやすくとっつきやすい解説が特徴で、戸田さんや風間さんがフレンチだとしたら松木さんはよっちゃん以下。しかし時に日本への愛がほとばしるがゆえに、解説とは思えないほど熱くなり、意味のわからない発言を連発しますが、それもご愛嬌唯一無二の松木節。今回は日本が誇る下町居酒屋実況、松木安太郎の名言を紹介します。2006年ドイツワールドカップ最終予選の北朝鮮戦で、ロスタイムに劇的な逆転ゴールを大黒が叩き込むと日本中が大興奮し、これには安太郎もテンションぶち上げ。よーし、大黒、大黒、モス、モス、モス。何の略か何の言い間違いかもわからない謎の言語モスを連呼し、興奮を表しました。続いて2011年に行われたアジアカップ決勝オーストラリア戦、絶体絶命のピンチをゴールキーパー川島がセーブすると、興奮した松木はナイス川越。誰。お次も2011年に行われたアジアカップグループリーグのシリア戦では、名言が3発も生まれる松木ファンにとってはたまらない伝説の試合となりました。まずは後半24分に日本の連携ミスから川島が相手選手をペナルティエリア内で倒してしまい、主審の笛が鳴ります。シリア側のオフサイドか川島のファールか、スタジアム内が騒然となる中、なぜか無言を貫き、珍しくおとなしい安太郎。そして川島がレッドカードの判定で退場すると、長い沈黙を破り一言。なんすかこれ。何が起きたのかを伝えるのが解説の仕事ながら、ふてくされ呆然と、なんすかこれと二度つぶやき、解説放棄。そして同点で迎えた後半80分、岡崎慎司がペナルティエリアで倒され PK を獲得し、キッカーは本田圭佑。すると実況が、 PK を獲得した瞬間からボールを自分で掴んで離しませんでした。本田圭佑、これは自信があると見て松木さんよろしいですか。黙って見ましょう。またしても解説放棄。そしてこの試合、度重なる主審の不可解な判定にストレスが溜まっていた松木は、ロスタイム6分が告げられると、松木安太郎の代名詞となる伝説の名言を残します。ふざけたロスタイムですねこれね、6分と嘆き、ふざけたロスタイムという一度聞いたら忘れられない名言を残し、汎用性の高さから後にふざけた PK やふざけてないロスタイムなど派生していきました。続いてはまたしても名言工場アジアカップから、2011年アジアカップ準決勝の日本対韓国戦で、白熱した試合は延長に入り、岡崎がペナルティエリア付近で倒されると、実況は PK 獲得と決めつけ、実況席はお祭り状態。しかしリプレイを見ると、岡崎が倒されたのは完全にペナルティエリアの外。すると映像を確認した松木は、頭では PK じゃないと分かっているものの、 PK になってほしい気持ちが強すぎたのか、これはね、ただ外だ、外だよね、ただここは外ですよね、だからまあいいんじゃないですか中で。ダメ。お次は2013年に行われた親善試合ベルギー戦、日本が世界ランク5位のベルギーから3点目を奪うと、安太郎は嬉しさのあまり、カツ丼食ったからね、よかったね。最後は2021年10月に行われたアジア最終予選のオーストラリア戦。アジア予選3戦中2敗で苦しい状況が続く日本代表にアナウンサーが、3戦3勝したチームがワールドカップに行くとか、3戦中2敗したチームはワールドカップに行けないといったジンクスがありますが、というデータを提示されると、松木は、そんなの誰が言ったの。パーセンテージとしてありますが。ああそうなの、いいよそんなの、今日の日本は強いよと時代に逆行した昭和の根性論丸出しのコメントで、他の解説者との格の違いを見せつけました。ここからはあまりに名言の数が多すぎるので、テンポアップして紹介していきます。逆サイド空いてますよ、うちらが全然こっち見てない、おいうちら行け行け、うちら行け、うちら行け、うちら行け、行け、うちら
うちらも来い、うちらも入ってけ、うちら。恨みでもあんのか。でも今のはキーパーいなかったら入ってましたよ。そらそうやろ。多少システムがあってもボールを持った人がガーッといってドーンと決めたら監督なんて文句言いませんよ。勢いでごまかすな。あー、 PK だ、 PK、 これ PK だろ、 PK、 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 これ PK でしょ。黙って見ましょう。ボールちょっとずらしたいよね。何言うてんの。こういう状況でもサボらない長友は偉いですね。我々は解説をサボってしまうんですけど。ダメよ。これはキーパーにマークが必要ですよ。いらんよ。危ない危ない危ない。うるさいうるさいうるさい。我々も給水していいですか。してください。夜の方もゴール決めてちょうだい。これレッドカード3枚ぐらい必要だぞ。これふざけた解説ですね。ああ、はっきりしろはっきりしろよ。静かにしろよ。オランダの2点より日本の1点の方が素晴らしい。そんなことないよ。岡崎この試合1本目じゃないですか、シュート多分。あ、3本打ってるか。しっかりしてくれ。 PK だ PK。 どうなってるんだよ。誰が見たって引っ張ってるよ。中田さんも PK だって叫んでたよね。巻き込むな。西川のグローブはノリがついてるみたいです。こうピタッと。へへへ。なんなんすかこれ。ナバスはナーバスじゃないね。いいモドリッチって感じですよね。なんとか決めたいや。中田にしてみればあのシュートなかった。マジで何言うてんの。というわけで松木安太郎の名言を多数紹介させていただきましたが、この松木節と呼ばれる解説を本人は、今ではコアなサッカーファンも増えて難しい時代にはなってきていると思います。ただ民放地上波での放送ということを考えると、やはりどんな方でも感染しやすいことが求められるというか、代表戦に限れば一緒に戦う、難しい言葉はなるべく使わないようにするということはベースにあるのかなとは思います。あとは野球と違ってサッカーは試合が始まると止まることはありませんから、一言で伝えようと、より多くゴールした方が勝つと単純明快ですし、難しい解説をするよりもわーっと盛り上げた方が面白くなるじゃないですか。民放はいわばサービス業ですし、いかに視聴者の方に楽しんでもらえるかということはやっぱり大切ですからね、と視聴者目線での解説を心がけていると語っています。これからも日本の応援団長松木安太郎のまだまだ生み出されるであろう名言に期待しましょう。というわけでいかがだったでしょうか。安太郎何言うてんのということですけど、いやもう本当に最高ですよね。もう松木さんレジェンド、唯一無二、こうあの居酒屋実況って言うんですかね、こう他にいない感じ、こう隣でこう見てこう騒いでくれてるみたいな感じでね、こう見てて楽しいですよね。ただ最近はね、こうアジア最終予選とかが減っちゃって、なかなかこう松木さんの解説を聞く機会が減ってるので、またいつか名言が連発してくれることを祈っております。できればアジアカップでセルジオエチゴさんとセットかな。あとね、他にもいろいろ名言入れたかったんですけどね、ちょっと入りきれなかったんで、あれだったらセルジオエチゴさんとセットで第2弾出させていただきたいと思います。皆さんはどの名言が好きでした。僕はね、シンプルにナイス川越、やっぱあれいいね。なんで川越、こう代表選手になんとか越とかいるんだったらわかりますけど、もう最悪最悪川口ですよね。川越って、でも想像の斜め上行く感じがね、もうパーンってきて笑えて最高に素晴らしいです。今回は本当にリクエストしていただいてありがとうございました。本当皆さんのあのアンケートからもうすべてコメント欄からこう安太郎が見たいっていう本気度が伝わってきましたので、またぜひともリクエストお願いします。あの以前のねリクエストもまだね、あそこから何個か使おうと思ってるんですけど、よかったらまたリクエストいただいたらこういう風にパーンって作るか、またアンケート取るかもしれないんで、ぜひともご協力お願いします。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、本当に高評価お願いします。コメントよろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。三笘結婚おめでとう。